15名。クリスは何時ぐらいに来るの？クリスは何時ぐらいに来るの？逃げられるぐらいにしたいんで、あ、すみません、行けなくなりました。なんで？多分行けなくなりましたってだけ来ると思うな。うん、じゃ芸人の見たか別に言えばいいな、正直に。あ、はい。パソコンが毎度毎度変わっていく。これが一番もう最終形態ですか。絶対最終形態。絶対最終形態。ボーリング場持ち込みありってよ。え、なんで？えっつって。ほら、やっぱ来たわ。アイコンくれ。ちょっと待って。ちょっと待って。なんでっつって。これだと無視されるから、記録するで。ビーチキャッスルの帰り。さあ、ということで始まりました、ピーチキャッスルの仮のラジオの時間です。はい、終わりました。ありがとうございます。さあ、ということでこの番組は、はい、毎週水曜日の夜7時から8時までの1時間生放送でお送りいたします。お相手はピーチキャッスル毎週のショート、ピーチキャッスルの髪を切ってさっぱり、ただ毎度毎度のごとく、最近は美容室に行ってないということは、髪を切った後に頭を洗い流してもらえない、ドライヤーの強風だけで流すという美容師あるあるなのか、美容師のポリシーなのか、洋服の中に髪の毛がチクチクして困る、トーバルでーす。長いわ。長いこの何あれ。何え、美容室に考えたわけ。あのよ、ダンパチやだから、美容室とかって髪切った後、うん、絶対髪の毛流せやし、うん、流すある程度チクチク感は抑えられるはずなの。抑える。美容室行ってる？美容室行ってるよ。え、美容室こそシャンプーするでしょ。いや、だから最初だろそれ。いや、切った後もいや、やるよ俺。やらんし。マジで？じゃあ、え、あの追加料金がかかるんですよ。あ、追加料金がかかる。そうそう。ああ、美容室ですか？スタッフさんも美容室？あの、美容室行ってたんですけど、あの、美容室に変えました。あ、美容室に変えたんですか。あ、ね、でもそれって場所によって、あ、ヒゲも剃ってくれるしね。ああ、確かにそうですね。わかる、はいはいはい、気持ちいいのよ。美容室は確かにヒゲも剃ってくれるし気持ちいいけど、え、美容室、え、でも、え、で俺だけところ最初でブワー頭洗って濡らした状態で髪切って、はいはいはい、その後ブワー乾かしてまたカットして、うんうんうん、でカットし終わってドライヤーというかブワー当てて終わり。マジで言ってるだったと思うけどな。俺が行ってるところの美容室は2回洗ってくれるよ、最初と最後。何それって、行ってくれたらやってくれるんじゃないの。いやー、そうでもない。いや、だから追加料金がかかるでしょ。はあ、じゃあ毛の長さによっては薄まさチクチクするんじゃないわ、最後切らな流さないんだったら。どうなんでしょうね。だから皆さんは追加料金払ってんだか。ああ、え、それってもう美容じゃあ女性の方もそうなのかな。あ、分からん。最初にシャンプーして終わって切ってってことで忘れられてんに。いや、そんなことない。ただ俺よ、うん、やっぱよ、うん、美容師好きだな。どうした急に。美容師好きだなって。え、何、フォルムがってこと、なんかシルエットが。やっぱ金髪の女性死に好きやっさ。え、もう金髪の女性が好きなんだ。あ、もうE ガールズの誰だっけ、アミちゃんだっけ。うん、いいね。まあ確かにいいよな。うん、でもやっぱある程度のなんていうの、
顔とかじゃないとやっぱ金髪って似合わない人もいるやし。ああ、はいはいはい。そんな人でも OK っていうわけだね。なるほどね。いやだって俺もう金髪の子が好きすぎて俺が金髪にしたくなってきてる、うん、金髪金髪どう。いや似合いそうやん金髪な。色白いしな。うんうんうん。俺は多分金髪じゃないな。あ、お前は。俺金髪やったらもうダメ。金髪？うん。髪をドドーンと染めるなのか、うん、まあなんかやってもいいんじゃん。ガラッとイメチェンではないけど。ありだね。うん。何かしらでやってみたいけどな、企画とか、ね、あ、だってあのジャルジャルさんは何周年かの時に2人で髪全部金髪にしたさ。あー、してたな。そう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 。スーツも揃えて多分金髪もしてってことで話題になるかなと思ってたけど、そんなにならなかったって。金髪良かったけどな。あの、俺も金髪ジャルジャルさん良かったなと思ったけどな。あ、思い切って2人で金髪にするとかな。いい、ね、バーンって。でもジャルジャルさんやってるからね。まあまあまあね。でも今来るからね。ということで、はい、はい、さあということで、このラジオ番組ではメッセージを募集しております、はい、メールアドレスが797@fmginowan.com です。はい、797@全部小文字で fmginowan.com となっております。はい、そして本日もツイキャスで動画配信をしております。たくさんのコメントお待ちしております。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして番組後半の全力トークのコーナーではですね、今週のテーマは残念なこと、となっております。ね、まあ皆さんいろいろ残念なことあったと思いますので、それをぜひぜひ全力トークで話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、そしてですね、今週もちょっといろいろタレコミが来てますので、読んでいきたいと思います。体洗うときどこから洗いますか？場合カシスオレンジ中本。あ、まあまあまあ体を洗うときだからな。まあ頭は多分皆さん先に洗うと思うけど、体じゃん。洗うところはどこから洗いますかという。体洗うときどこから、うん、俺左腕からさ。なんで？お前左利きなのに。うんうんうん。あ、そっか。うん、そうだよ。泡立てして、うん、そう、うん、うん、左腕から。いや普通右だろ、お前左利きだから。あ、やばっ。いや左から洗うでさ。スタッフさん右利きですか？どっから、左でしょ。普通利き腕じゃないところで洗うぜ。あ、やばっ。あ、全然考えたことなかった。いやもう俺左腕からさ。だって利き腕で持つさ普通。うん、持つ持つ。だから、うん、左腕からさ。マジで。え、ハゴ？何かハゴって洗ってることには変わりないだろや。お、左からだ。違う、そこちょっとどこ突っ込んでればや。いや、あの考えがハゴって言ってるから。お、左腕からだ。お、絶対左腕からだ。え、お前どっからあるの？いや、だから左腕。左腕。普通そうでしょ。左利きの人って、どうなんだろう。いや、わからんぜ。多分多いかもしれんぜ。いや、多くないよや。もしかしたら、左利き、左腕から洗う。やつが多いとか可能性あるかもしれん。あ、でも俺首もあるな。首から洗うってこと？うん、うわあ。あー、で、あと俺たわしは、うん、多分1週間に1回ぐらいしか使わんからね。あー、体洗うときでしょ。うん、うんうん、手でもピシュって。あ、そうそう。で、逆にそれの方がいいって証明されてるしね。証明されてるわ。されてるされてる。この体ゴシゴシするあのタオルはもう繊維がめっちゃ肌に悪いらしいわ。おお。傷つけるらしいわって。このなんていうの、汚れを落としてこうなんていうの、新しい皮膚までも傷つけてしまうらしい。ああ。だから本当だったらこのなんていうの、ハンドボディーソープの泡立てれるやつを使って手で洗った方が一番優しいって。まあそうだろうな普通は。で、しかもそれってなんか汚れが落ちてない感覚になるかもしれんけど、うん、一応しっかり落ちてるらしいから。ああ、落ちてれば手と一緒だからね。そう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 。うん、で、本当だったら前ちょっとテレビでやったんだけど、究極言ったら擦らない方がいいらしいわ。どういうこと？だからこのボディーソープのこのブリューってブリューって液体が出るやつじゃなくて、この泡のこのスポロロロって
合わないやつがあるんですよ。音よやな、スポロロスポロロって出るやつをもうなんていうの、さっとこう置く的な。あるかや。そうそうそう、まあそこまでいったらちょっと洗ってるの感じないかもしれんけど、置くんで、置いてちょっとだけ待ってさーって流すのがいいらしいよ。湯葉かや。この水面に出たらさーっと取るような感じの。まあまあらしいけどな。はあ、そう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 っていうの聞いたけど。なるほどな。まあ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 、そういうのありますね。そうなんだ。さあじゃあ続いてです。はい、東丸さん。はい、バイト先で後輩の僕にヨギさんってさん付けするのやめてください。バイ先明けバーバリアンヨギ。いやなんで。なんちゃう、なんで。いやなんで。いや何が。なんでさん付けしてんの。いやするでしょ。しないでしょ。はぁ、あ、いやまあやっぱまだお前らってさ、社会人じゃないね。お前さ、お客さんとかいる場でさ、ああ、俺お前にもさん付けするよ絶対。まあ、仕事だったら。あ、じゃあこれあれやんに、後輩の僕にさん付けだからもう後輩にもするよ。あ、まあ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 。例えば何々くんとか。ああ、くんくんとかだな。とかさ、何々さんとか、うん、ちょっと来てくださいとかって、普通それがさ、まあ人はいるわけだからさ、お客さんだって。おいっつって、ヒガーとか。いや、まあ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 。ヒガヒガヒガとかってさ、言って、気悪いじゃん。なんか、そうだな。やっぱこのお客さんは、ここに来てるわけだからさ、うんうん、そういうこの全ての空気感を崩さないようにさん付けしてるっていう。あ、やっぱ分かってないね。いや、まあだけど、まあ、分かりはするけど、俺はもうギリギリ、くんとかだな。くんでいいんじゃない。まあ、さんでいいのかな。でも、ヨギはちょっとやめてくださいって言ってるけどな。だってそれこそ究極行ったら、うん、同じバイト先にガジラの寺崎さんっていう人がいるんですよ。うん、いるいるいる。その人も俺のことさん付けで呼ぶからね。トーバルさんっつって。そうなんだ。トーバルくんって言いそうなイメージがあるさ。いやもうさんなんだ、うん、すごっ。普通で普通。まあ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 、すぐ、あ、そうか。でも俺もバイト先でさん付けしてたか、さんとかくんとか。はい、お前なんかバイト先って、はい、もうああいうのないば、あの耳からつけるインカムっていうの。ないないない。あ、ないんだ。俺アミューズメントパークで働いてる時に、うん、このインカムっていうのをつけて、まあ、ゲームセンター、そうそう、ゲームセンターでやり取りしてたんだけど、うん、もう非常にこのなんていうの、仕事ができない後輩がいて、あ、で社員の目にもめっちゃ止まるわって。あ、なるほど。そしたらなんか最初はこの社員さんとかも、なんとかさんどこどこなんかやりましたか、ちょっと仕事のペースが遅いんで、うん、もう少し淡々とやっていきましょうっていう、はあはあのも徐々に徐々にこう、まあ、最初はこんな注意ばって、うん、だけど後々からもう本当に仕事ができないでお客さんとずっとペチャクチャペチャクチャ喋ってる。ああ、よくないな。そう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 。そしたらもうどん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 この俺たちは分かるわよ、社員がなんかどんどん怒ってきてるなっていうのが。だけどこいつはもうなんていうの、それを、あ、すいませんでした、気をつけまーすみたいな、ノーノーとなんかやっていって、ね、もうインカムの中から、うん、おいこらー、来い、お前何ぺちゃぺちゃ喋っとんじゃボケやで、さっさと仕事せやって、ディアーンって、社員が、うん、そしたらそいつインカム外してたわよ。やば、もはや。でおい返事せ、聞こえてるか、おいおい返事せよ、お前まず今どこにいるわってなって、やばってなって、死に怒ってるやつだって。しかもこいつビビって返事できてないのかなと思ったら、もう俺がこのなんていうの、ひょこってちょっと覗いたら、うん、インカム外してお客さんとめっちゃ話してるわって。やばやばやばい、これこれ支配人に見つかったら多分どえらいことになると思って、もう俺がもう上からおーい、なんとかインカムをつけろって、めっちゃ怒られてるからなお前っていうの。お前優しいな。そう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 、さすがに一応。そしたらなんか慌ててつけたら、すいませんでした、以後気をつけたいと思いますって言ったら、でも社員ももう逃さないわ。いや、なんですぐ返事しないの、何何してたって。それでちょっと倉庫の作業しててインカムがなかなか届かなかったですってなって、ああそっか、とりあえず今から事務所来て、おピューって呼び出せる、おっていうお話。っていうお話じゃないよや。そいつ、そういうやつに限ってやめんば。
あー、メンタルがめっちゃ強いんだ。めっちゃ強いんだはず。普通なんか自分だったらなんかこの職場のなんか仲間からもちょっとなんか嫌な感じに思われたりとか、社員からもよく思われてなかったらなんか気づいてなんかやめますとかなるさ。まあまあ人によるけど、まあ自分が招いた種だとしたらな。だけどそういうやつに限ってもう精神がずぶといわけよ。え、私って悪いことしてます的な。全然やめんわけ。あ、いるなそういうやつ。めっちゃやめんかったよ。めっちゃやめんかったってなんかめっちゃやめんかった。おかしいよや。もうほんとやめんかった。めっちゃやめんかった。もうだって社員もだからなんていうの、見放してあんまり喋りかけない。でこの同じ部門の人からもちょっとなんか嫌われてて、休憩時間とかなかなかこう事務所でも喋らない。だから完全孤立状態だ。うわ。でそういう人に限ってめちゃくちゃもう話しかけてくる俺に。いやいやいや、俺にじゃないよ。もうなんでやに話しかけてくる。分からんけど、前城さんどうすか最近お笑いはって。黙れって言いたいから本当に。黙れって言うなお前。いや言わんかったけども、あ別に全然普通よとかで。マジで、うん、優しいなお前。そうそうそう、だからそういうね、急な毛嫌いとかはできないタイプだから。あでも何、その一緒ぐらいの時期にバイト入ったわけ、そいつは。それともお前の方が先輩。俺の方が先輩。だったらお前そいつに原骨暴化してる。本当によ。こっちん。こっちんってやりたかったよ。だから後からは俺のインカムもめっちゃ荒くなってた。おい、なんとか。6回、ほら6回。ずっと。走れ走れとか言って。はい、すいません、今行きます。なんだっけ、どういうこと、怠け者ってこと。怠け者ってか、なんかよ、お客さんによりなんていうの、こういうゲームだとか、なんかそういうカードを作らすことをめっちゃ頑張る人だけよ。おお。で、だけどそのカードをたくさんお客さんが作らせたからといって別にノルマ的なのはないわよ。おお。ただ会社に少し貢献してますよって見られるけど、そればっかりに専念してもう遊んでるお客さんにも、あすいません、あのカード作りましたっていちいち話しかけてくるわ。おお。それってお客さんからしたら、え何急にってなるし、遊んでんのになんで急に店員に話しかけられてんの。もうこれを各グループ全部にやっていくから。やばいな。もう全然仕事しない。もうほんとびっくりする。俺もう歩くネズミ凍ってさ。やめろお前、歩くネズミ。ほんとにどん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 怖いな。怖い怖い、ほんとにデージ怖いやつさ。だって一回別のお客さんから言われたことあんねん。何をよ。あの店員さんって何なんですかって。怖っ。え、なんすか、なんか悪いことしました。いや悪いことではないと思うんですけど、急に後ろから話しかけてきて、うん、10分15分とか結構おしゃべりしてくるんですけど、うん、え、なんかマネージャーとかなんか上の人ですか。いや全然ペーペーのバイトです。すいませんでしたって。申し訳ないです。そうなるよな。そうそうそう、あま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 あ、そういうこともあるかな、はいはい、すってバイト先のいろいろな。はいはいはい。まあもう思い出しただけでちょっとイラッとしたのがありましたけど、まあいいでしょう。そして、はい、他にも来てます。前城さんって後輩好きですか。あんまり後輩と絡んでるの見たことないです。バイヤンバルナゴン玉潤。玉潤っていう後輩芸人。初の玉潤。いや俺後輩芸人好きだよ俺。そうそうそう。よくご飯とかも行くし、飲みに行ったりとかもするし。だって玉潤に至っては俺ご飯食いに行ったことあるし。いや嘘つけ、今のは嘘だろ。嘘くしゃみが出てる今。ダッハイってなんか言うかや、普通ハクションだりゃダッハイんで。マジで隣近所のおじさんの朝だよ本当に。ダッハイってバレた。いや後輩好きで俺、後輩結構絡んでるし。誰ば正直。え何が。一人選ぶとしたら。うわ悩むな。一、うん、人、うん、後輩を、ああどうだろう。うわあ、まあ今のところカシスオレンジの中村かな。おお、はい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 。中村と、3期生のオーシャンの領事が、まあ、結構競ってるかなぐらい。競ってる。競ってる。競ってるけども今のところ中村。中村がちょっと一歩。あれそうなんだ。そう、領事は若干酒癖が悪いっていうことで、ちょっと5ポイントぐらいダウンしてますけど。オーシャンの領事。そう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 。なるほどね。そうそうそう。だから、ロカ中村と結構喋ってるイメージないけどな、でも。喋ってるか。喋ってる喋ってる。楽屋とかでも、あ、たまーにだはず。そう、たまにとか一応喋ってるよ。ほら。うん。だけど、だから、玉潤とかは、なかなか合わないさ。劇場とか、お化けとかでも。だからだと思う。まあ、沖縄のね、うん。
まあ、あの土地にはお化け屋敷と、はいはい、沖縄花月っていう、ね、うんうん、劇場があってね、はい、そこに後輩もいっぱいいるんだよね。いるいる、いるけども玉順とは最近なかなか会ってないけど、玉順はだって東原とかがあるじゃない、好きそうな感じするけどな。いやー、でも彼らはね、一歩やっぱ踏み込めないというか、可愛がりたいけども、そっから先があまりない場合なんか分かるよ、さ分かるだろ、なんか分かるよ、なんかこう暇だな、なんかちょっとお酒でも飲みたいな、誰誘うってなった時にスッと玉順に行けないっていう感じだ。ああ、そう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 、どっちかといったらお前、後輩の猫のかけらのガツンと岸本とかじゃん。ああ、そう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 、まあ一緒にも住んでるっていうのもあるかもしれんけど、そんぐらいにはなかなかなれんよな。俺だからもう中村が領事だもん、飲みとかに行くってなった。ああ、なるほどね。そう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 、そういうことですよ。はいはいはい、そういう状態になるから仕方ない。まあまあ、いやでも後輩はね、僕全然好きなんで。はい、じゃあ、ラストいきましょうか。はい、東原さんがこいつはやるなっていう後輩は誰ですか、お笑いの部門で。バイ、ヤンバルナゴン、玉順。また玉順ね。また玉順。いいことついてきますね。こいつはやるなっていう後輩は誰ですか。俺自身もそんなに。何ですかね。で、彼はこういう質問をして、このラジオ聞いてるんですかね。うん、多分ですけれども、聞いてないです。あいつは。何よ。じゃあ、ダメよ。ねえ。いや、なんでいないの、なんかこいつはやるなっていう、やるなっていうか、なんかあれじゃない、あ、いいセンス持ってるなとかじゃん。いや、ガツンと岸本、ガツンと岸本、はあ、本当に思ってる。いや、思ってる。どの辺が、あいつとよくミニコントするんだけど、はいはいはい、お母さんと、うん、お母さんの息子流行ってるわ。デージうざいやつさ、あのコント。これもう本当に僕ね、ガツンと岸本っていう後輩芸人と僕二人で住んでるんですけど、うん、あいつが仕事で家から出る時もやってるからね。え、めちゃくちゃ朝急いでる時ですら5分とかやるからね。やるなや。もう行くよお母さんはみたいな。しかも大体仕掛けるのってあいつからだろ。そうそうそう、の楽屋でもあったやつさ、大楽屋でお前がこのソファーで寝てるときにガツンと岸本が、ゆき、ゆき、お母さんも仕事で出るけど、あんた今日何があるの？ちょっと、これお前をずっと、うざいうざいうざい、マジうざいマジうざいって。ゆき、うざい、あんたこねてお母さんに言う。小遣いはいらないの？いる、置いとけ。どこに置いとく？玄関置いとけ。あ、いいの。今日は何ね、劇場ね、お化けね。うるさい、うるさい。うるさいって何ね。いや、俺黙れ、お前ガツン岸本の真似すんな。これをただひたすらずっとやってんだよな。うん、ひたすら。ひたすら。ゴールもないままずっとひたすらな。一回深夜の1時から、うん、2時半ぐらいまでやったことあるから。3時とか。は？夜中の？うん。2時間近く。ずっと。母さんもさ、とか言って。最近白髪が入ってきてるんだよって。いや、もううるさいわってマジで。ありそう、あるあるだな。ええ、じゃあそれってさ、2人でやってんの？2人一丁だよ、楽しいわ。楽しい。本物だ、本物だこれ。そういうことです。はい、じゃあということで、はい、以上今週のタレコミの時間でした。はい、さあ、じゃあちょっと1曲お届けしてから、CM に行って続いては全力トークに行きたいと思います。はい、なんか東原さんかけたい曲とかありますか？ない。ないとは断言するな。はい、じゃあそれでは、お聞きください。はい、何をかけましょうかね、ちょっと待ってくださいね。はい、皆さんからね、曲のリクエストとかあってもいい、はい、あ、いいですね、いいですね、ね、はい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 、いいと思いますよ、いいと思います。ちょっと待ってください、はいはい、少々お待ちを。はい、はい、早くして。じゃあ待ってください。はい、それでは行きたいと思います。布袋寅泰でバンビーナ。レッツゴー。これテンション上がるな。ダンチでカンチで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 ン당신이당신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 
チャン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 セイキーマツダテンスレバキノウサベツウズウバテンガチミバテンデンコドメキマイドルスベイビーバンビーナ抱きしめたあの夜は秘密さみになったらエンジェルの羽が跳ねるぜバンビーナ Let's go! バンビーナ、バンビーナ、I love you バナナナナナナここと今うん、普通もう、髪切ったからやっぱ変わるのか。あ、あれいつもバーマーツなかったそれもなんか待つってないで、今日はうわぁ俺も髪切りだぁ I love you死に久々にボーリングやると思ってさ。I love you, bambina, bambina. I love you. Bambina. What is this? カバンに入ってる、うん、前のポケットの下、うん、うんLa la 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 la
さあ、ということで、引き続き、ピーチキャッスルの狩り、お楽しみください。はい、お願いします。よろしくお願いしますね。あ、いいですね。陽気なバックサウンドが。はい。はいはい、かかってきますけども。はい。メッセージとかは来ておりますかね。まだ来てない感じですね。はい。あ、でも、ツイキャスでのね、来てますよ。はいはい。ツイッターネーム、アスカさんですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。佐川、今日も雨が止んだり降ったりの天気でしたよと。なるほどね。そうなんですね。大丈夫でしょうか。はい、はい、かな。そして、うん、続きまして、はい、ツイッターネームレオナさんから投稿ですね。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。まいしろさん、擬音多いですねと。ありがとう。ありがとうございます。はい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 、そして、はい、続きまして、ツイッターネームアスカさんですね。ありがとうございます、はい、今も少し降ってます。今日も雷も鳴りました。うわ、何これ、ずっと降ってんの、ね、そっか、その先週もその話になったもんな。病んでた時期はあるでしょ。ないのか。でもな、じゃなかった1週間ずっと降りっぱなしになりますもんね。いや、多分病んでる時期はあったんじゃないですかね。いいよ、もう沖縄はもう完全にね、もうピリピリのカンカンですから。もう日差しが暑い暑い、痛い痛い。この国は雨降ったことないんじゃないかなっていうぐらい吹かれてるやつ。この国暑すぎるやつ。暑すぎるな。もうどん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 、あと1ヶ月後にはもうアラバスタになってるんじゃないかなと思う。カラッカラになって雨が降ってないですね。ワンピースもね。はい、分からんよやん。いや、そう、ワンピース分かるでしょ、みんな。アラバスタって言われてもなんだわってなるだろ。はい、そしてツイッターネーム、はい、SKE チーム K2 松浦香織よしこうたさんですね。おこた、こんばんは。こんばんは。ということでありがとうございます。こうた、いつもありがとうございます。本当に聞いてくれて、ね、はい、さあ、じゃあ、はい、ということで続いては、こちらのコーナーに行きたいと思います。はい、全力トーク。さあ、ということで始まりました、はい、全力トークのお時間です。はい、このコーナーはですね、テーマを設けまして、そのテーマに沿ってシンプルに、トークをしていこうというコーナーとなっております。はい、そして、今週のお題は番組冒頭でも言いました、今週のトークテーマは残念ということで、最近残念だったこと、残念な友達、先輩、後輩、残念な女の特徴、エピソードなどなど、お笑いの残念、残念ながら手遅れだった話などなど、残念に関することは何でも受け付けておりますので、はい、皆さんどしどし応募ください。残念な女の特徴って。残念な女ね。残念な女か。俺はもう本当にね、うん、なんだろうな、残念な女。残念な女。残念な女。いや、でもそれ言ったらなんかな、あ、自分の話ばっかしかしない女とか。残念、死に残念、割ったおかあばやばいよや、マジでドゥの話しかしない。ドゥの話しかしない。ああ、やったおか、残念だわ。残念だな。あ、だからそれこそ、最近お化け屋敷に来てた親子が俺ちょっと残念だった。うん、何、あー、わかる。まあまあまあ、お客さんなんですけれども、うん、このちっちゃい、小学2年生ぐらいの女の子かな、うん、かわいい女の子と、うん、で、あとお母さんが来てて、うん、ニューヨークから来たんだったかな、って言ってて、言ってたな。この下でエレベーターでこのマジムンの合言葉があるでしょ。うん、マジって言ったら、うん、このお客さんがムンムンって言って、言ってください。これ言わないと上に上がることできませんよって、何回も何回も言うわけよ、うん。で、この小さい女の子もめっちゃなんか恥ずかしがってるけど、ちっちゃい声でムンムンって、うん、やって、お母が絶対やらんかったわって。あー、だったな。そうで、いやいや、お母さんって、俺はお子さんもやってますんで、ここは親子一緒にムンムンってやりましょうよって言ったら、いや、ごめん、私それをやるとなんか大切なものをなくす感じがする。言ってた、言ってた。バイバイ。いや、どういう感情だ。わからんよや。もう一回やれ、理解しようとするから。バイ大丈夫、わからん、わからん。どういう感じ、ムカついてるのか悲しいのか分からんやつ。いや、もうムカついてるし、もうなんていうの、もう本当に残念と思ったわけよ。あ、で、もうここはじゃあもう一旦スルーして子供だけを楽しませようと思ったわけで、お前にも言おうとしたわけよ。あ、このお母さん結構なんかツンツンしてるから、あ、なんかそんな追っかけても食いつき悪いかもって言ったら、なんてうまい具合にお前らお前と噛み合わんかったばよ。
あーはいはいはい、そうそうそう、なんか夫人、あ、最後なんか一緒についてさ、あビビって、あ、うん、でそれを言わずままお前はそのままずっと進んでいってくるの、女の子に付き添って、で俺もあるところで出てるでしょ、バーって、ーで説明とかなんかやってたけど、もうそうそう、ずっと最後まであんな感じだったから、もう残念よ、あれはもう子供がかわいそうよ、まあな、それが残念だった、残念だ、本当に残念だった、こういう時はね、もうあれ全国の親が子供みたいだったもんや、あ、そう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 、あれは残念本当に、だってもう子供が気使い言ったもんよ途中で、え、なんてエレベーターの下でこのムンムンってお母さんがこうなんか私大切なものがなくなる気がするって言った瞬間に、あ、お母さん、あ、そうなんだって言ったもん、なんて分かる、小学生が使う言葉じゃないですか、なんか、あ、そうなんだ、じゃあお母さんはやりたくないのかなっていう発言をポロポロってやったから、俺これは多分まずいと思って、いいよお嬢ちゃん、お兄さんと一緒にムンムンやろうって言って、もう一気にこっちに引き込もうとして、そうよな、 あんたが行きたいって言ったでしょ、あ、もう最悪だったな、あれは、そこは楽しんでほしいよ本当に、あとそういうお母さんに限ってなんかこのなんていうの、真面目が出てくるイベントポイントポイントごとに終わったら、ありがとうございますって言ってお辞儀して出ていくまで、ああもう間違ってる、気使うところ、うん、もう何お前と思って、でっ、いやいや さっきとちょっと違ってるやし、デイなってる、デイだ、さっきなんかパイじゃなかったかそうそうそう、それがちょっと残念だったな、あーめっちゃわかるなあれ、そうだからそういう、まあ楽しませるのが俺たちの仕事だけど、でまたねちっちゃい子も可愛かったしな、そう可愛かった、可愛かった、可愛らしい感じで、あー分かるやつさ、マジで俺たちもお客さんを楽しませるのがまあ仕事ですけれども、うん、やっぱお客さんの反応によっちゃ俺らのテンションも若干変わるときあるって、反応というか、うん、やってくれないことはどうにもならん、どうにもならん、もう本当にどうにもならん、どうにもならん本当にあの、先輩で、うん、お化け屋敷の、うんうん、お化け役やった先輩がいたんですけど、はいはい、まあ言っていいのか、まあ、セブンバイセブンの玉木さん玉木さん、おヤンキーとかではないけど、うん、ちょっと若い子たちがえーいみたいな感じで話聞かずに、うんうん、ずっとなんかえーいみたいな、あーもうチャラチャラしてどんどん進んでいく感じ、チャラチャラしてどんどん進んでいって、うん、じゃ話聞かないと、あれ石岩、まあ石岩島を集めていく、そうそうそう、8個な、で石岩島がもらえないと、おお、いや、行った、うん、もらえないというか、うん、集めないといけないでしょ、ああ、いけない、結果的に話聞かないともらえない、うん、でそのまま最後のエンディングまで来て、うん、よし、じゃあ石岩島を集めたものを並べろってなる、はいはい、あるあるエンディングでな、うん、ゼロ個、だって、あれ、あ、持ってないけどみたいな感じだったよ、うん、おう、そうだよっつって、お前ら話聞いてないのに、あげんよっつって。すげえプロまあ確かになプロだよな、そこ最後までではお化けとして徹してる、うん、して本当にプロよ、でプラス話聞いてないから石岩島あげないっていうことだもんな、そうそうそう、すげえ、話聞かないからで、ほらクリアなんねえよってこと、はい、ノットクリアーってお疲れ様でしたって返すわけ、プロ、いやーすごいな、まあ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 、確かにな、まあ詳しくは言えないんですけど、ね、うん、それはそうだよ、それは、話聞かないとダメよ、まあ一応まあいろいろあるわけですよ、残 念, 残念なことで言ったら、うん、俺よ最近思ったんだけど、うん、例えばなんかさ面白い画像とかあったりとか、こう面白いことがあったりして、うんうん、こうやって見るじゃん自分の携帯とか、はいはい、で俺がこう、あ、この写真見てとか、いい写真あるでしょとか、うんうん、で自分の携帯を人に見せるときあるでしょ、うんうん、この時に、うん、持ってから見ようとするやつ、いや何持つな、わかるわかる、いいかいいか、お前が見せて、お前見せて、お前が降りてきて、いやいやいや、最近めっちゃ面白い写真撮れたんですよ、 あのちょっとこれ見て見て見て、いやあって撮る、ちょっと見せて、これめっちゃもう何見え、お前この距離で見るじゃないと見えないのか、お前は。もう見えるだろ、触るなと、これで見えるだろ、お前もこのこれで20センチ30センチの距離で見えるだろと、こう見るのか、お前本当によ、わかるやつさ、撮るやついるよな、あいる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 、持つな持つな、あとだから イベントとかでもあるでしょ、この俺たちとかが MC して、あまあ誰か、まあお客さんにしろなんかこの、まあちょっと大学生とか高校生とかが舞台に来て、なんか今日どうでしたかって意見言おうとしたら、 MC の前こう持っていこうとする、あ、それは別にいいです、いやなんで
一緒じゃないばや。それは喋りやすい。それは別に一緒じゃないばや。それじゃお前全然違うよ。俺もうやばい恥ずかしいやし今。ああ俺今提言一緒と思ってたけど今。ああ全然違う。俺からしたら MC のマイク触るなってなるわけよ。全然いやいや持って喋っていいよって感じ。死ぬはずやさ。一緒じゃないわ。全然違う。てっきり一緒だと思ってたさ今。全然違う全然違う。だってさ、あのさ、うん、上なんかあとあれも嫌だ。これよく見るんだけど、うん、パッて持って、うん、持って見るじゃん。うん、こっから別の画像をパッパッパッて勝手に見ようとするやつ。あ、要は写真頭おかしいかな、お前写真のだろ。ああ写真のアプリで、ああ、まあ、こうホルダーがあってこれを見せてんのにとか言ってどん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 スライドしてるだろ。ああ頭おかしいんかな、思いやすさ。本当にもうごめんだけど今そういうするやつ俺らこの沖縄芸人に一人だけポーンって浮かんだやつ今。あの初恋クロマニアの新本進。あ、アニヒャーもやるばーて。アニヒャーはよ、ああえぐい、デリカシーゼロゼロ。しかも高等な技術使うからね。なんか俺がだから、まあ何でもいいや、まあだからその画像、まあ写真、にもさん見てくださいって言って、おお、なんかなんかって言って、であの人撮るばよ、撮って、ああいいなみたいな、なんかこうなんていうの、ズームしてるような指をやって、あいつ LINE を開く、なんていうの、この写真を一回見るさ。で、見てる感じで、あ、すごいな、どこの海だばーって言って、フォンボタンパーン押して、LINE のところペーン押して、もう LINE を見る。いいな、あ、家族で海行ったわけ、お、めっちゃいいやし、あ、何次の写真は何、夕日とか言って。見てもいないの、勝手に、なんていうの。やばい。画像を見てますよ感のトークをしながら、LINE を見てる。はぁ、そうなんだ。ちなみにだけど、アリサって誰、やばいやばい。どこ見てるばやって。やばいやばい。で、アリサって誰ば。いやいや、今適当に言っただけよ。いやいや、適当に言っただけ、ほんとほんとほんと。だから、新本さんはやばい。あの人は、ロックまで解こうとするから。解くよ、あの人。あの、うかつに横でロック解かんほうがよ。横目で見てるよ、ずっと。横目でずっと見てるよ。ほんと残念だよ。いや、違う違う、あのよ、ほんとにだけど、うん、いたばーて。何が？いたって何が、バイト先で、何何なんていうの、うん、こうこって見てパッパパッパ見られてたわけよ、うん、かわいそうだなと思ってデージーやだ。まあこれはまあどうかわからんけど、うん、高校生の時って女子高生の制服ってなんか、可愛い高校の制服ってなんかあるやし、あああるあるある、なんか浦添商業だとか、うん、まあ俺三郷工業だったから、この北中高校が近かったわけよ。近いというか、まあバスとかであったりとかあって、北中高校のなんていうの制服がめっちゃ可愛かったわ。ああなるほど。ちょっと青黒のチェックでなんか、はいはい、もうあその制服を着たいがために可愛い子がこう北中高校に入っていくとかもう言われてる時期もあって、で俺らはもう三郷工業さ、もう男がめちゃくちゃ多い工業高校で、もうたまたまよたまたまその合わせでなんかこのマックスバリューかなんかだったかな、で後ろ姿がもうめっちゃも可愛い女子高生が歩いてたわって、ローファー履いて、でちょっとハイソックス、でもスカートもちょっとやや短くて、で髪もちょっとなんか茶髪で少し巻いてるような、まあ、風貌がちょっとギャルチック、ギャルやし、まあ、ギャルチック、ギャル好きな話じゃないわ、まあ、まあギャル好きで、あやばい、で友達といてなんか声かけた方がいいやんみたいな、でいやでもそういう俺勇気ないから、じゃあどうにかして顔が見たいから振り向かせようってなって、そしたら死にでかく指笛鳴らしたばってピューッてデジアバンジって鳴らしたから、もう最悪、その女の子がファッて振り向いた瞬間に、アバサーみたいな顔だったばって俺ら二人でゴールって言ったのに、振り向きシュートゴールって言ったゴールじゃん、アバサー、俺マジでアバサーがいると思ってから、もう口もねちっちゃいなんかパコパコしてそうな感じで、目はギョロギョロでちょっと離れてて、お前ひどいな、お前ひどいやつだ、それがマジで残念だ、お前だよひどいのは、マジで残念だったわそれが。まあ、方言ね、うん、まあこれはハリセンボン、ハリセンボン、そうそう、方言でアバサーアバサーって言うんですけど沖縄のひどお前ピューイクルアバサーゴールゴールじゃないよ、や
やばい、お前はひどいな。あー最悪だ、まあまあ、こういう、ね、でもそれは高校の時の話ですからね。今はもうそんなことはないですけども、それはもうそういうのあるでしょ絶対。なんかあー残念もうちょいだなっていう感じの。いやそんなことない、ね、そんなない。いや本当か、お前めっちゃありそうだけどな。あなんかこういうのなんか可愛いけど、なんかここになんかこれだからこう。俺匂い敏感だな。匂い、あーあー匂い、あーいやもうツイキャスからねいろいろ来てますけれども、ツイッターネーム、はい、あきこ、はや、あきこ林さんから投稿ですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄じゃないけど、うん、私らの高校の制服は、うん、全身灰色で墓石みたいって呼ばれてたからさきっつー。灰色、墓石って、墓石ってそんなつけないだろ。墓、お前灰、灰色、灰色でも灰色の制服って一応珍しいけど、全身なんだろ。もうトグロ弟みたいな100% の時のトグロ弟みたいな、ゆうゆうアクションの灰色って墓石か。まあでも制服が動く墓石な。はい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 、うわ、動く墓石か。いやそれは残念だな。可愛い制服とかってあるよな。うん、あ写真見たい。あ見たいですね。動く墓石って呼ばれてたみたいですよ。はい、送ることができるのであればお願いいたします。これはツイッターっていうのコメントに写真って載せれないよね。ツイキャスで多分写真載せれなかったらもうまたあれですよ、メールで、はい、メールでお願いします。797@fmギノワン、あそうですね、.com で、はい、今、スタッフさんがこのアドレス載せてますんで、はい、よかったらこれに写真添え付けてください、お願いします。残念ですね。まあいろいろ昔のこと残念だ、本当にね、うん、ですね、はい、そして、ツイッターネームブルガリさんからの投稿ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今度その制服着てラジオ配信しよう。いや捕まるわなんで俺が北中高校の制服つけて配信しないといけんぶん。提言絵に力ありすぎると思うよ。ブルガリさん、あなんか今日初めての方が結構多いような気がするんですけどね。どうなんですか、ね、はいはいはい、はい、そしてツイッターネームブルガリサッカー投稿さん、はい、あれだ、はい、FM ギノワン万歳万歳、祭りだ祭りだ、わっしょいわっしょい、そーれそーれお祭りだ、毎度どうもこんばんは俺参上ということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてツイッターネーム大塚健二さんからの投稿ですね、はい、ありがとうございます。残念な女性、決めているのにスカートのサイドな、サイドこっちかな、あサイドってこっちね、ジッパー全開、あーあーかっこいい女性に関してあるんだよな、それな、チャック全開。一応残念っていうか、もういつから開いてたって気にならん、開いてる時。あー俺は意外気にしないけどね。そっちか、じゃあお前チャック全開してる時あったかんね。いやいや、俺あるけど別に気にしないよ。気にしないんだ、はい、新喜劇でこのあのヤクザチンピラ役になった時。いやそれはダメよ俺のあれ、それ普通ね、プライベートじゃないさ。そうそうそう、僕あの役上で新喜劇の役で出てるんですけど、はいはい、新喜劇のチンピラ役、チンピラ役だな。そのチンピラ役のスーツ、うん、真っ黄色のスーツ着てるんですけど、はいはい、その真っ黄色のスーツのチャックが全開、全開っていう。お客さんがクスクス笑ってたもん。そうそうそう、なんで笑ってんのかな思ったもん。で俺も気づいてないんだよな、うん、なんでこんな変な笑いが起きてんだろうってなってそしたら俺らが出番はけて終わった瞬間にトーバルがこう、チャック全開ミーとか言って、いやミーとは言ってない、ミーってそんな喋り方したいはい、そしてメッセージも来ておりますか、はい、あ来てますね。ラジオネーム沖縄コンビーフセンターさんからのメッセージです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ピチカスルさんこんばんは。こんばんは。私の家はトタン屋根でして、うん、家の中の天気は砂漠化現象です。うわー暑いな。トタン屋は暑いよ。夜に侵入してきたゴキですら、うん、日中の我が家の温度で死亡します。うわマジですごっ、すごっ。トタン屋根はな、もうもろだからな。もろ、雨降ったらうるさいし、うん、うわあ、ね、残念だわ。家が暑いのも。でも本当か、うん、ゴキって死ぬの？死なないと思うな、うん、そしたら人間が先に滅んでると思うさ。やばいやろ
ツイッターネームブルガリさんから投稿ですね。はい、ありがとうございます。大阪の新喜劇ということで、いや沖縄の新喜劇ですね。そうです、我々吉本の沖縄の芸人でございまして、うん、若手の芸歴5年目でございます。ピーチキャッスルと言います。よろしくお願いします。お願いします。で、あの沖縄新喜劇ということで、はい、ガラジーセールさんやスリムクラブさんたちと一緒にやってますんで、よかったらお願いします。はーい、お願いします。遊びに来てください。何が、いやいや、あの、ツイッターネーム大塚健二さんから、はい、少し持ってるかなって。どういうとあのジッパーのやつじゃないんですか。ん、持ってるかな。あ、ゴキブリが死んだのですか。あ、ゴキブリが死んだのか。あ、少し持ってるかなって。うん、ちょい盛りです。大丈夫です。そんなことないよ。ちょい盛りで全然大丈夫です。残念な残念な女性、あ、残念な女性というか残念な話、いろんな残念なことありますけどね。そうだな。うん、まあでも女性目線からしたら、なんか結構運動神経が良さそうに見える男子がものすごく走るの遅いとか、そういうのって結構残念なパターンあるんじゃん。ああ、るか、あると思うけどな。なんかそれが嫌だけど、なんか歌めっちゃうまそうに見えるけど実際歌ったら死ね、下手くそとか。あー、残念やん。それはあるな。これって多分残念だと思うべ。うん、はいはい、それはあるな。うん、確かに。あら、破壊師と呼ばれている、はい、制服の画像。本当に送ってきた。本当だ。いやでも、破壊師。まあまあでもなんか、あの、 ごめん、ほらこの写真送ってきて本当にありがたいんですけども、なんか、あー、墓石だな。いや、言うなや。で、なんていうの、これも、これなのか。だって、灰色の制服なのに、下から灰色のセーター着るってある？墓石に寄せに行ってるさ、これもう。もはや。もはや、うん、で、この子、この人、映ってなくな、あ、映ってるんですか？どれがどれなんですかね？映ってますよ、本人は。ねえ、下が、下3名、左に1人、上5名のフォーメーションですけれども。まあどこなんですか ね、 ね、っていうかどこの県の人なんですかね。沖縄じゃないんでしょ。ミンツさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、待ってください。あ、時間めっちゃやばいっすね。あ、やばやば。あ、一旦 CM いきますか。はい、お願いします。はい、じゃあすいません、以上全力トークのコーナーでした。はい、お、ミンツさん、破壊し制服ありがとうございます。ちょっと一回これ 俺の足押さえてよ。何、俺後ろに倒れるから、そう、ちょっと気持ちよく倒れてみたいです。え、どういうこと。こうやって俺グッてからと、あ、グッて、転ばせないようにして、あ、グッてやめる。もうちょいこっちで止めてほしい。ここから、ここ、あ、もうちょい下から、うん、いくよ。入った。無理、お前椅子のローラーの力なめんなよ。無理、ね、ちゃんと押さえてくれ。ローラーを活かせないようにしてよ。10秒前でいい。はい、早っ。さあ、ということで、あっという間の1時間エンディングとなりました。ありがとうございます。いろいろ話盛り上がりましたからね。エンディングの曲変わってる。いや、こんな感じじゃないですか。もうちょっと、はいはいはい、なるほどね。はい、ありがとうございます。そして、うん、ツイッターにも大塚健二さんからです。はいはい、ありがとうございます。走るの速い、歌がうまいは若いとモテて、年重ねると、うん、下手が母性をくすぐるかと思います。ああ、さすがだね。確かにそうだもんな。いいこと言います、大塚健二さん。あ、下手だともうちょっとっていう。わかる。いいね、いいね。あるな、それ。いいですね。いいよ。はいはいはい、歌は上手くなりたいですけどね。歌が上手いのは、ああ、どうなんだろう。母性をくすぐるっていうのいいね。でも恥ずかさしなければいいけどな。いい、ね、そしてツイッターネームレオナさんから投稿ですね、はい、ありがとうございます。来月根掘り葉掘りありますよね、ということで。はい、ありますよ。さあ、来月もですね、はい、ピーチキャスルのトーク企画ライブ、はい、根掘り葉掘りが7月の17日の日曜日夜の7時から1時間お送りします、はい、チケット前売りが800円となっております、はい、今月ね1回目やったんですけれども、はい、結構なんか良かった、面白かったっていう反響もありましたんで、はい、吉本沖縄花月でやってますから、はい、見れますんでよろしくお願いします。はい、お願いします、ね、皆さん、はい、ありがとうございます。
ございます。そしてですね、はい、来月の7月の24日の日曜日にですね、はい、一期一会お笑いライブというのがあります、はい、我々ピーチキャストも出ますので、ぜひぜひチケット頼り持ってますんで、はい、遊びに来てください。お願いします。お願いします。そうですね、か月にどん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 遊びに来てほしいです。もう我々を見ても、はい、財布の中はもう手売りチケットでパンパンですからね。もう若手芸人のもう本当にもうあるあるだと思いますけれどもね、もう県外の方も聞いてる方いらっしゃると思いますんで、はい、もう今から夏休み始まる。県外の人もこれね、お前、いやいや、お前夏休みですよ。7月からは始まるところ始まりますから。おいでおいで。来るかよ。メンソーレ沖縄へ。もう一番いい時期ですよ。7月なんて。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあでも本当にこの墓石のやつは誰が誰なんですかね。どうなの気になりますね。まあ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 。はい。もう皆さんね、もう可愛らしいですよ。破壊師ではなくて可愛らしい。本当に本当にね、すごいです、うん、本当に破壊師っぽい。そうそうそう、あとみんな眉毛が細い。やめろお前、細そうじゃないよお前。はい、はい、さあということで、はい、今週も皆さんたくさんの方聞いていただきコメントいただき誠にありがとうございました。ということでお送りしたのはピーチキャッスル前城翔とピーチキャッスル東原でした。また来週お会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ来週もお願いします。お願いします。